ジョンです。なるめん通りです。こないださ、はい、あるお店をさ、うん、ここ、宿題にあげてるって言ったお店あったじゃん。まあちょっとここ、まあ出せないけど、はい、ここ。覚えてる？はい、そういう話、はい、覚えてますよ。でさ、はい、これ結局僕は宿題から外したんだよね。ちょうどあれか、はい、福岡かなんか行ってる時に、うん、キヨと3人でね、はい、話をしてて、うん、で僕もこれ宿題から外したんだよね、はい、で通り君はって言ったらもう通り君も宿題に入れてなかったんだよね。そうで、そこでも話したんですけど、うん、一応その店の情報はさらっと見てはいた、うんうん、見た上で、うん、まあ、イケメンさんのとこかな。あ、そうですでね、多分ね、イケメンさんのブログでそこは見て知ってたんですけど、で、ね、まあ、うん、もちろんキヨポンは知らなかったから、うん、このお店だよって言って出して、うん、まあラーメンの写真とかをね、はい、見せたわけさ、うん、たらあーあーあーこれは行かなくていいやつですねみたいなさ、はい、反応だったじゃん、はい、でも結局僕もね、うん、まあもちろんイケメンさんがどういうふうに返していたかはちょっと今覚えてないけど、うん、はい、まあその書き方および、はい、うん、まあその店主さんの経歴みたいなのおよびラーメンの写真、うん、はい、で、あ、これはもう行かなくていいなと、うん、おそらくもうこれは話題にならないだろうな、うん、行かなくていいなって判断したの、はい、でさ、まあその時もさ、うん、まあ車の中なんかで喋ってことだよ、はい、今さ、はい、新店でさ、はい、このビジュアルで出すっていう、もうそこですよ。まあちょっとこれね、僕もう出せないから、うん、はい、ね、うん、何の話してんのって伝わらないと思うんだけどさ、うん、でもこれ出しちゃうとどっか分かっちゃうじゃん。そうですね、これですとね、はい、はい、本当に、うん、でもさ、もうこれさ、はい、美味しそうじゃないじゃん、もうもう多分大して美味しくないじゃん。あれですよ、我々ラーメン屋さんが試食をする時のラーメンに近いっていうか、うん、なんならはい、もうね、だからもうこれ、うん、まあ、実際食べてないからさ、はい、どういう味かは僕は分からない、うん、けどおそらくもう大したことない味なんだと思う、これは、うんうん、じゃあまあもう味がね、もう何度もね、うん、この話してるんだけど、うん、味が大したことないのはしょうがないっていうか、はい、それはさておき、はい、まずはさ、うん、美味しそうな見た目を作ることから始めようよっていうか、うん、それぐらいで、うん、それぐらい、うん、ちょっと勉強すれば、はい、ちょっと研究すれば、はい、できると思うんだよ。そうですね、その時例えばさ、うん、まあ、例えば、はい、まあ、その何でもいい、まあ、食べログ百名店でもいいしさ、はい、まあトライボンのさ、うん、去年のトライボン、はい、買ってきて総合新店部門が6店舗だっけ、うん、それ並べてみてもいいよ、はい、その中にさ、はい、このビジュアルのラーメンなんか絶対ないじゃん。絶対ないですね。絶対ないんだよ、はい、でも、ちょっと待ってください。万が一ですよ、うん、どこにもない見た目のラーメンを出すぜっていうのでトライとか食べロケ百名店とかどこ見てもないからこれを選んだんですかね。でもこれで美味しそうって感じる感覚もちょっとおかしくない？そうですよね、うん、いやだからなんで本当にどういう理由でどういう思いでこういう見た目になったのかがね、もう本当これもう多分さ3ヶ月以内4ヶ月以内ぐらいにオープンしてる新店でしょ、はい、でいやもうちょっとさ、うん、勉強しようよってやっぱ思っちゃった、うんうんですよね。いや本当に本当にだけなんだよ本当に。いやだって見た目の部分ってむしろ、うん、先に気を使うっていうか、うん、例えば居酒屋やってて、うん、ラーメン屋にも手出してみるかぐらいの軽い気持ちで始めた人でさえ見た目はもうちょっと気を使うっていうか、うん、そういうラーメンは多いじゃないですか。なんか。うん、ちょっと華やかっぽいっていうか、まあ綺麗小綺麗にしてるんだけど、ああ味がいまいちだなみたいな、なんかそれの逆のパターンっていうか、その見た目いまいちで、ああ見た目いまいちだけどこれ抜群の味だなっていうラーメンって出会ったことが
ないですよね。ないこれど何 なんだろうなっていう。いやもうね、そう。これもうねこれからね進展の方ですよ。うん、もうまあ味はさまあともかく、はい。まずはビジュアルのね、うん、その作ったラーメンを、うん、まあ去年のトライボンでもいい、うん、持ってきて、うん、その上位のお店の中に並べた時に。うん見た目で劣ってないかまずは。うん、いや絶対大事ですよ。絶対大事、ね、見比べるっていうさ。だってなんだろう頑張った感すらないじゃないですか。うん、うん、なんかすごい考えて考えて、うん、だからセンスがない人っていうのはやっぱりどうしてもいるか、うん、いるけど、でも多分センス以前にもう頑張ってない。そうですよね。うん、頑張ってる形跡が全くないんですよね。うん、はい。うん、いや。あとまあこれちょっともうちょっとね幅広く話をさせてもらうと、やっぱり今以上に昔のラーメン屋さんって、写真を見ただけでどこのラーメン屋さんかが一目瞭然だった、うん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 、それは、うん、丼を一緒にしても多分、うんうん、やっぱり個性って出てたと思うんですよね、うん、その配置だったりだとか、うんうん、乗せる具材何を乗っけようとか、うん、すげえ考え、それこそ考えた跡があるじゃないですか昔のラーメンって。最近のラーメンってそれちょっと感じづらくなってきちゃったかなっていうのありますね。なんでなのか原因がよくわかんないんですけど原因わかんないですよね、まあ、だって今の時代の方が SNS があって、うん、人の目に触れる機会っていうかもう写真が自分の手を離れることが多いわけじゃないですか、うん、だったら見た目良くしようとか一目でうちのラーメンって分かるようになったらいいなとか、うん、まあね本当にだから僕これ山地さんが言ってたのですごい大好きな話があるんですけど、うん、やっぱ丼にロゴを入れない意味がわからないとあの人は。はい、ロゴが入ってれば、うん、その写真が SNS で出回った時に一目で自分の店だって分かるじゃないですかって、うん、でそれこそ山地さんのチャンネルですけど、うん、武蔵のやとぎさんが、ね、あのつけ麺のお皿、うんうん、を一発で、うん武蔵って分かるような、うん、ちょっと変わったタイプの、ね、うん、お皿をやってたりだとか、うん、あとまあだから古くは、2代目圭介ケイスケもね、丼作ってたね。作ってましたよね、うん。うん。ああいう努力って僕はすごい好きなんですよ。うん、素晴らしいなって思うんです。うんうん、だから、丼とかは確かにお金がかかっちゃうから、うん、なかなかできないかもしれないですけど、変な話、無料でできるというか、トッピングに関しては。うん。それ、やらない手はないっていうか、うん。なんか、自分の子供が生まれた時に可愛い洋服とか着せてあげないのとか思うわけですよ。なんかねベビーカー乗っけられてもちょっとでもいいものに乗せてあげたいって思うじゃないですか。はい、もうラーメンって自分の子供みたいなものでしょっていう。ね、でまあねまあこのねまあビジュアルだけじゃないかもしれないけど、まあ少なくともね、うんうん、僕と通りくんのさ、はい、宿題点リストからはさ、はい、外れているわけじゃん。はい、でってことは他の人の宿題点リストからも多分外れてると思うんだよ、うん、で結構大事なポイントとして、うん、いつも同じようなこと言いますが、その後全く我々の耳に入ってこない、うん、目にも入ってこない、噂を聞かないっていうことはやっぱり味が大したことないんですよ言うね。いやだって絶対味が美味しかったら、うん、もう聞こえてくるはず、聞こえてくるはずです絶対にでもそういうことなんですやっぱり、うん、聞こえてこないっていうことは、うん、味もやっぱり大したことない。でもさそう言われちゃうとね、うん、逆にってのかな、はい、そのホイホイに引っかからなくて助かったっていう部分もないいやそういう意味ではなんだかんだ僕よりひどいこと言ってますまあそうですそうです、はい、ビジュアルだけ美味しそうに仕上げてるけど、うんうん、どうしようもないラーメン出されてて、うん、うわー食べなくてよかったわっていうのになんなくて、はい、
セーフっていう話これは。そうです。でもなんでだってそうでそうすると何じゃあ味がいまいちなお店はもうビジュアルだけ良くするのはやめましょうよっていう話の終着点、はい、そこかなじゃ、はい、になっちゃいますね。いや僕らそういう無駄なラーメン食べたくないんで、うんはい、ビジュアルだけいいっていうのは、うん、それは良くない、やめましょう。うん、いや話は違う最初と全然違う方向に行ってるけど、いやでも終着点は、うん、そこにするべきです、そこにするべき、うん、だからそんぐらい誰からもう見向きもされないような愚行なんだよこれは。うん、愚なんですよ、愚の行為なんですよ、はい、だからやっぱりそう言われたくないんだったら味を良くするのはもうもちろんのこと、見た目にもちゃんと気を配らないと本当にラオタの相手されないよっていう、はい、ことです。てかラオタ云々じゃないですよねこれ、多分地域の方からも、うん、でいや何よりやっぱり写真の話ばっかりしちゃいましたけど、やっぱり着丼時のワクワクがないし、うんうん、で食べ終わった後の印象もなんか残らないっていうか、やっぱりもう目の前にこう丼が置かれた瞬間から始まってるから、うん、そこでどれだけ印象付けられるかっていうのがないと、もう勝ち目ないですよ、はい、このお店、はい、いや本当に、はい、いいですか、はい、もうじゃあ終着点がね違う方向になっちゃったんだけど、はい、なっちゃいましたけど、まあね、うん、まあビジュアル、まあ、うん、気にし、うん、まあ、いやビジュアル気にしないところはやっぱり味もですよ、まず味からなのかな、うん、まあね、うん、まあ ねこのお店どこのお店か気になった方は、まあ、なるめんのりくんに聞いてみてください、はい、ではでは